令和5年11月14日の豚ペン日記なんですけど、豚ペン日記最近さ、このファミコントークショップばっか、ただこれを見てるだけの動画になってて、全然豚ペン日記じゃないやんってことで、豚ペン日記をちょっと挟みながら、第4回のこの動画を見たいんですけど、いつもね、ライブとかもうその日ぐらいに見たやつ出してたのに、今回3週間前って書いてあるね、これ。10月20日に出たんですよ。だからすっごいリアルタイムじゃないんですけど、もう次出るし、明日インディーゲームなんか発表されるってなってたし、さっきツイッターで。だから、ちょっともうこれ撮っとこうと思いまして、十月二十日撮れなかった理由は皆さんわかりますよね。僕が忙しすぎ 聞いたったてこととなんですけどちょっメメモりましたメモりりままししたたこれですね。マリオワンダーが10月21日に出たんです。10月20日の動画なんです。ファミコントークショップが。さすがにそこ回らんくて。これね、あ、今日もう11時なんですけど、このね、マリオ、まずワンダーからですね。まず、マリオワンダーが出て忙しかった。あ、これも出て忙しかったんやけど、これで、ゆるいつながりっていうテーマやったんやけど、フレンドちゃんとするんじゃ緩すぎたのに、フレンドじゃない人と繋がりが緩強くて、それこそシンディアみたいなところにたどり着いた面白さがあって、何回か奇跡を着てるんで、なっけ、ただの動画やけど、雑談しながらしてるところ、 ところが、もしあの寝れない人とか見てくれたらありがたいなぁと思うんですけども、そこでね。ゆるいつながりが起きてるんですよ。その知らん人もう全然知らん人なのに、今そこにいるっていう人の体験が最初どうでもよかったんやけど、めっちゃ新しい判てなってどうでもよかった。っていうかフレンドと繋がりたい。フレンドと一緒にしたいと思ってたんですよ。フレンド様とでもそれができない。ソフトウェアでちょっとイマイチかなと思ってたんやけど、いい感じなんですよ。で、そこで奇跡が何個か起きて、なんかピーチとなんかしたとかそういうのがあったんで、そういうタイトルの動画を僕の動画から探して寝れない人は見ていただけたらと思いますし。最後に。 ちょっと奇跡が起きた。そういえば。本当に、何の予想もしてなかったんだけど、ここに承認の儀っていうのは久しぶりにしてるんですけど、フレンド申請をいただいて、コメントいただいた方に承認の儀をさせていただいてるのに、それで見に行った時に、マリオワンダーから来た人もついでに見えて、マリオワンダー上から、な、どうやってするんか、未だにわからんいけど、多分一緒なコースにいたんかな。申請くれたんですよ。さらに、そっから、それで承認の儀っていう動画を撮ってまして、もうむっちゃくちゃです、僕の動画。だから、ワンダーで、ワリオ、カート、で、悪いんかを、ワンダーなんか、そして、こんな日記を今日出そうとしてるし、承認の儀なか で今からこれらこの変身の儀の動画じゃなくて、この動画の変身の儀がありますって、誰も待ってねえかもしれないけど、ありますし、ダウンヒルも話があります。話がありますっていうか、忙しいんですよ、だから。ダウンヒルまであるんですから。で、ダウンヒルだけ追いついてないんです。と、この、えっと、タペンに行きだけ追いついてなかったのを、今日なんとかタペンに行きだけもさせていただこうと思うんですけども、何話してたっけ で承認の儀で承認させていただいた、あ、あそうそう、その人を見に行ったら、見に行ったらっていうかその動画も見ていただければと思うんですけど、その動画内で見たらその人、ワリオを持ってたんです。ワリオとワンダー誰もしてないんじゃないかなと僕の再生回数からは思うんですけど、そんなことあるはずなくて、そっから承認いただいて、申請させて、あ、ちゃあ、ちゃあ、申請いただいて承認したら、あのね、招待が来たんですよ。ゲームの招待が届いてますって言って、行ったら、マリオパーティー5回ぐらい誘われてたんです。マリオパーティー買わない件があった。それは意見があったんって。それは意見があったけど、この人は、マリオワンダー80時間ぐらい確か ししてててたたっけけけ動画見ていただければ分かるるるんんですけどでですすどその踊るもしてるんですマリオとワリオっていうだけでもう全然キャラがちゃうのに、これとこれね。なのに、こっちは 2D に戻るめっちゃ昔のプレイスタイル。超踊るはもう本当に、踊るがもう15年前に出てんのに、今度はね、ストラップをつけてコントローラー投げるっていう、話すっていう踊るなんやって。踊ってね、踊る面一個しかねえんやけど、だから全然違うゲームを両立してる忙しさってある中で、マリオカートの追加コンテンツの最終段が出たりとかして,してるんですよ。これは本当に忙しくて、それもちょっとさせていただいてる、あの、皆さん、本当に参加いただい あありがとうございますあのフレンドさんで、そこで追加の BGM が出たんすよ、今回ね。多分、僕が一番嫌いな動画なんですけど、音楽を撮ってるだけの著作権違法動画みたいなのを撮って、それを昨日出した。な、それも忙しかったよ、ね。なんでこんな違法に違法っていう、違法じゃねえよ。で 踊ってもいるけど、リングフィットアドレンチャーもしてます。あの、ピクミン3もずっとやってて忙しいなと、ダウンヒルは後から話しますけども、ピクミン4も1日5分ぐらいしてます。で、5分ぐらいの積み重ねの集大成みたいな動画をバーンって出してるけど、攻略すぎて、で、今踊ってたよ、今。踊ってる理由は、もうこれ、すぐクリアしてる。これ多分5時間ぐらいしかしてないです、僕。最終ステージまで行ったんやけど、なんか踊りを集めない、踊りっていうか、そのす、べてのステージは解放できてないんで、何回も何回も遊び込むとコンプリートできるっていうことなんですけど、それで今撮ってる。全部の踊りを出そうとして、踊りは1ステージしかないけどって、 えっと、こんな喋り方になってんのはなんでかっていうと、もう漫才ばっか見てるっていうのも忙しい理由なんですけどね。とか言うとおりますけれどもね。ここなんですけれども、ちょっとそれはまた後で話すとしまして、返信の議をさせていただきたいと思います。前にダウンヒルの話をさせていただかないといけないでした。2>, <laughs> 2週間前に教えてもらえたんです。お久しぶりです。ロンリーマウンテンズヒルで26日にまた新しい DLC が出ましたので、ご連絡しておきます。 いつも一年に一回ぐらい出て最近。で、教えてもらわないと気づけないです。オーバークくんの時もそうやったんやけど、あの、スイッチでダウンロードできるか確認してみてください。で、確認して返事しました。これも返事したんですけど、その時にだからマリオワンダーとワリオも出るつう間やったで、それ返事だけして今までできませんでした。ワリオワンダーをクリアしたんで、ついにこちらのヤギさんの、ヤギさんやったっけヤギさんですね。ヤギさんの方に、ヤギさんの方にっていうか、非常に重要なこと言いますけど、ヤギさんって世界で一番早いです。しかも、 スイッチじゃなくてスチームでしてるんですよ。で、スチームの方が早い人いるんです。スチームで1位なんです。で、僕はス,チスイッチでやってて1位じゃないのに、これも2位って書いてあるのや。なのに、なんかいつも教えてくれるんやと、こうやって。 なんて、ヤギさん、やらさしいんやろうと思って、明日、インディーゲームはそういえば出るんです。インディーゲームワールドっていう動画が明日出るって発表が X で今日かな、あったんですけど、インディーゲームの中でやっぱオーバークックとこのダウンヒルは別格なんで、これもしてかなあかんっていう告知でもあり、忙しい自慢みたいなことをさせていただきました。で、動画楽しみにしてるって言うけど、全然、あのね、そういう思い出して今、これ <laughs>、 動画はね、毎回同じコースになるで、滑らない話をしながらしててん、ね、僕。まあ、滑っても、今ゲームしながらやったでやんっていう言い訳にしてたやんや、そういえば。ヤギさん判定厳しいっす。今のは滑りましたね。でも今回の面白かったですとかってちゃんと言ってくれるんですけど、今回これもだからハードルなんです。もうないっすよ、話が。その楽しみか、これ。だって、見る必要ないからね、ヤギさんは。早いんやから。だから、皆さん。 このゲームめちゃくちゃおすすめで、このゲームとワンダーとワリオ全部おすすめなんですけど、これをもししたら、この人の動画見てください。めっちゃ早いんで、あの、世界から賞賛されてるんで。はい、こんだけ持ち上げておきましょう。で、あの、ピクミン、あ、そう、加えたね、ピクミンブルームももうずーっと毎回更新あるし、今2周年記念してるし、もうちょっと、なんなんやろ、もう、金使ってますね、結構これ。 <laughs> 歩いてもいます。歩い昨日も踊っても歩きました、そういえば。歩いそれも忙しいやんや。ダウンヒルして歩いて踊って、2D 行って、リズム取って、攻略して、みたいなんで、そんで M1 の審査してっていうところになってるんですけど、あの、M1 の審査っていうか、これ、あのね、キングオブコントと M1 好きなんです。特に僕、コント派なんで、キングオブコントが面白かったんですけど、それはもう、これも26日ぐらいじゃなかったっけ だから忙しかったんですけど、順位は僕決め、あ、もうそれはちょっとここではだ書いてないけど、一番面白かったのはやっぱり僕の中ではね、僕の中、ちょっとどこに書いたっけなメモってんけど、ちょっと待って。ちょっとメモ見つからなかった。ジグザグジギーと野弾と、モノマネのやつ、ファイヤーサンダーか。たまに、笑いのこの人のこのネタやっていうのと絡めて話してる時あるんで、ちょっと面白かったらそこもう、あの、意識して、意識、意識っていうか、していただけたらと思います。で、M1 は3回戦まで行われてて、今。それがブワー上がってて、 こんな時間、まあ、途中もうつまらんかったら着量になでも待ってしまうぐらい量が多すぎるんですけれども、この中にもう落ちた人いると思います、確か。僕ちょっと結果見てないんですけど、結果って、僕が見た結果なんで、これ。本当の結果は多分もう、多分チェリー大作戦とか落ちてるんですよ。去年、去年めっちゃ面白くって、今年やっぱちょっとあんま面白く、この、今年面白くなかったの下矢印に書いてる。そんなことどうでもいいですよね <laughs>。これなんの、あ、そう、思い出した。 去年の今頃、僕のチャンネルのアルゴリズムがこんな動画ばっか撮ってるから、しかも編集の儀とかと混ざってるし、アルゴリズムが下がるんですよ。だから僕は自分のアルゴリズムを作るのに、M1 と結びつけた動画を思い出した今。えっと、それで上がらんかな。つまり、それと同じようなセンスの人が見んかなっていう動画に絡みつけたいなって思ってる状態になってる。ちょっと話それすぎましたけども、ここに書いたのがつまり、3回戦まで結構ほとんど見た状態で面白かったなっていう人たちのリストです。これの中に僕も面白かったよと思う人が一人でもいれば、ちょっと相性良さそう 今から見るこの動画に出てるお笑い芸人さんのの滑らない話も僕は好きですこの人ね、この人ね。まず返信のギターなんですけど、このね、まずね、この人これも1ヶ月前です2。これね、2回目。3回目まで撮ったんですけど、2回目のに対して、小林玩具店の第2回、第3回の最初の挨拶の後に流れる曲って何のソフトの BGM かわかりますか <laughs> 全然思い出せなくてもよ <laughs> 同年代みたいな人がコメントくれて嬉しかったなってのがあって、第一回はレッキングクルーなんですよ。その差とかを気になってもやもやしてくれてる人もありがとうございました。これ返事はもうしてあります。で、リコさんからもコメントいただいてたんですね。スーパーマリオブラザーズは好きな男の子の家で、うんと、クリアを見せてもらった逆パターンでしたって、これどんだけ最先端なの男の子の家でクリアするのを見せてもらった逆パターンって、ちょっと待って、これよく考えたら面白いな、これ。どういう意味や、これ。武勇伝では、クリアしに行って、 女の子の家に。で、クリアして認められたってことやんね。で、この人は、なんでクリアを見せてもらったのに、自分も認められなあかんみたいな。<laughs> なん、どういう逆、逆でもないんじゃないこれ、今思うと。逆パターンっていうのは、これ、クリアするから見に来いよ、そしてクリアできたら結婚してくれよっていうのやったら逆パターンやね。でも、見に行ったのにできてない、これど,どこっちが断られてる状態 <laughs> またそれを教えてください。ゴルフのアイアンの音当てたのおめでとうございます。何のゲームの音でしょうかっつったけど、クラブまで当てたやん。これでいいやん、今回の武勇伝ここにありました。今ちょっと再生しますね。この音はどのののどゲームのものでしょうまあ。 はい。これでゴルフなのに、アイアーまで当てたよっていう武勇伝を今から書く。これ第3回が上に出てるってことは、第2回のってややこしいな。ちょっと俺文章書けるかな。ちょっと待って。はい。これで、ちょっと日本語大丈夫なんですかね。ちょっと、もう何してんすかね。忙しいのにポストしておきたいと思います。コメントありがとうございました。長い名前の人も、ちょっと今映ってないけど、来ています。ファミコン、あれから40周年と来てます。ありがとうございます。 みんちょっとこちら見ていきますねおワンダーの話出てる発売されるの知らなかった知らないアミコントークショッ良い子はして、してますけどねさっきのやつですねこれ先ほどもちょっと触れましたけども今までのヒット作、飾らしてこれだからさ、リコさんを送ればいいんやって結婚できなかったけどって。そうです、スーパーマリオ8面の4をクリアしてそう。そしたらそれがうちに招かれてそうそうそう 家族全員見守る中、はい、あの同級生の女の子の家で。ある意味最先端やね。認められて。<う>で今結婚してると。えー、<laughs> 驚きすぎてるんやけど。<laughs> これは大ヒットあげざるを得ない、ね。あげ萌えプロの前で驚きすぎてるんやけど。香川、香川県じゃないな、などこやったっけあれ。香川県、香川県でも三十分できるのに。あ、これあるな。え、一日でっての。 これね、僕のところではさ、ちょっとタイム。でで国にくんと、あの、ポイントをため、あの、あの、おっちゃんは、 嫌いやったやん、国尾くん。俺はまた普通やけど、なんか、なんかケチなファミコンショップのおっちゃんがいてさ、中古ソフト買うと1000円とか500円に1ポイント反抗してもらえるんですね。で、その反抗、5個で多分5分ぐらいゲームさせてもらえる店があって、そこで僕ネオジオをしてたんです。ネオジオのカセット自体が2万5千円ぐらいしたんですよ。で、それでナム、UM、をなんとかクリアしようっつったら、普通に2万5千円分以上のポイント買わなあかんかった。これブーデンかな、これ。 ネオ上のソフト以上のポイントを貯めたのにクリアできなかったクリアできなかったといえばにももうありますやけナむっていうそのネオ上のゲームやけど回してっていうかレベルアップというか途中から始めた子はよく謎分かりましたよねあ<ー>まあ何かなんかそういう意味ね協力したって止めておくってことか ジャ,スまあ、ジャスコもガタガタ言うのもね, <laughs> ね判定の方、はい、よろしいや、すガタガタ言ったねおっちゃんはスタンプああスタンプ<ー>おめでとうございます,で,いますでもね前話したように僕らの近くのデパートのおっちゃんは中古を新品として売ってくれるぐらいガタガタ言わなかったです <laughs> 職人やね <laughs> 今みたいにこう HDMI とかじゃないですから 昔はね、RF スイッチっていうねこのね、RF スイッチのあの透明のところをやっぱトーチャンじゃないとやっぱすごい上手く切れないって俺らが切るともうバンってって中の線まで切ってまでそう何言ってこそ全確かにだってテレビが横から見てもこれぐらいだったからそう、でかいからどういうこといや、それは分かってだってマック、iMac 最初で出た時かってブラウンカこんなもんやったやんほよ嘘言わ笑い事じゃないの笑い事じゃないのよ それよりさ、笑い事じゃないって言ってる君たちの方が僕はちょっと上やと思うやけど、木、箱じゃなくて家具やったやん。家具やったやん。木やったやん、木。あの木のやつにはミコンつけるの難しいやんって、あれ。あの、新しい方やで、箱やった方は。でももそそのの線ディグダグしたいな。あの、ほら、ちょっと待って。ここ、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 切れてるやん、こうやって綺麗に。これね、 僕のほんと薄い記憶では、これ切れてなかったと思うんですよね、最初は。ファミコンのボタンが四角やった頃は。途中から切ってくれてたんじゃないかな。でもね、どっちみち接触悪くなって、どんどんこれ短くしていかないといけないです。その時はもちろん切れてないんで、父ちゃんに頼まなあかんがかって。でもね、今ちょっと真面目に考えてみて、聞けば聞くほど分からないこの子がさ、 20年後になった時に DS の話をその時の令和生まれの人に話した時に何言ってるかわからないって何があるんかなえー、イグサさんですね、えー。小学校低学年の今ファミコンロボットがちらっと映って思ったんやけど、この武勇伝を20年後にした時にさ、ハジプロでプログラムを作って入賞したみたいな普通の武勇伝が生まれる時代やな、多分今。面白くないっていうか、本当にすごい武勇伝しか未来にはないのか。 そう考えると、ファミコンって良かったなぁとも思います。3回裏付けたらまだいいんですよね、これ。2回やとあかんすよ、これ。2回やとだって、ピピまで回ってこないから。いやそもそもさ、3>, さっっ3回裏、<う>っていうか9回まであ,あるっていうルールを誰が作ったんか知りたい。あ、さっきの M1 の話繋がったぜ。M1 の中でさ、トランプのルールを、 誰が決めたんやみたいな話をしてるやつがいてめちゃくちゃ面白いさっきのリストの中に入ってない <laughs> その視点がめちゃくちゃ面白かった <laughs> 漫才はさっきの一覧に入ってないんやけど <laughs> ナゾラーランドを僕を選んでしまった記憶がありますけどもなるほどまあカタカナでちょっと許してやみたいなところありますね ナゾラーランドってとんねやつ、これディスクで、これ、うん、面白かったよっ。雑誌みたいな形で何ヶ月かに一回こう、えー、第二号、第三号みたいのが、謎謎ナゾみたいな、あのミニゲーム集みたいな。これね、はい、これはまだちょっとちっちゃかってわからんかったけど、新しい試みないなっていうことは肌で感じてましたけども。今回 BGM が良かったといえば、こっちや、これめ

確かに確かに俺熊城でやったことないなでもコナミはもう全部めちゃくちゃ音がいいんですよどっちみちだってワンからもう音楽いいもんねへえ音源チップなんか載せてたやんか全部深いんすグーニーズも深いし普通にコナミワイワイワールドも深いしこちらですあ、お、 ああすごいもうまあ僕ドラクエしか頭なかったけど CD ばっか持ってるで、ね、でも悪魔女伝説ってそうなんやね、えー、悪魔女ドラクエじゃないんやな、えー、ああそうマザーが位ってもうゼルダも結構下ですね、うん。でも僕マザーと、ね、マザーとカラビはあんまりついていけなかったんですよねアドベンチャーゲームといえばああサラダ国のトマト姫ってクリアできんかったな 部屋のパート2後ろに立つ少女ってめちゃくちゃチャレンジャーもチャレンジャーってアドベンチャーだよ。あなたの伝説とかが入ってるということは、これはアドベンチャーという講義で捉えたということ。講義やな本当に。冒険を捉えた。だってチャレンジャーもめちゃくちゃアクションや何の引いてもないただ単に山の真ん中に三蔵法師がいるだけで、そう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 長い旅が始まるっていうナレーションの。それで言ったらファミコンジャンプも同じようにクリアできなとる。 なんか、その時の開発者出てきてほしいよね。この後ろに映ってるこの萌えプロが、バントでホームランできてしまうというバグがあったんですよね。ファミコン投票の時に萌えプロっていう答え出した時にちょっと調べたら、そのバグについての解説が、その開発者が言ってたんですよ。そういう感じで、西遊記とかを作った人は出てきてほしいね、ここに。出てきてほしい。面白いもんそしたら、どういうつもりで作ったんか、本当に。どういうつもりでそんな難しいもん作ったんかとか、何を表現したかったんかを聞きたい。 これね、第2回が僕忘れててできなかったからあんまりやる気なくなってたけど、第4回一応したけど、今回のこれは第3回のやつだけど、平均的に50点、僕も50点ぐらいでした。これ絶対、これね、これ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 ,これ。これ国オブとしてはさ、僕らは2人、め珍しいよ、この人が罰だの。でも、世界率そんなに低くないな、24%やけど、国オブ、このチャンネルでやってる国オブとしては、これは余裕でわかる問題でしたけどね。 あ早いから早坂にしちゃったんだよなあだからだ急にそこやってらんや,や,や、ね、この人いやこれね,ねこれねここだけはこの動画めちゃくちゃ間違えてて望月に決まってるんすよそんなもん誰でもない早坂でも誰 もう、誰やねんなってほとんどないです。ドッジボールのなんか、マニアックな国の誰の名前か分からないやつは、誰やねんやけど、それ以外、持ち月が早いっていうのはめちゃくちゃ有名なんで、そこだけここ動画間違えてるんですよね。ね、国を呼ぶ。ああ、そうかーってならないですよね。なになる,なる余裕でなるって、これは。ファ,ファンタジー3の問題ですこれ何に正解にしてこれね、このねー、すっぴん検士っていうのが、ま、窓しやな。これ、すっぴん検士ってファイブかな、これ。て、ね、<れ>か、すっぴん検士だっていないか。 ファミマって言うんですかファミマがファミマがこれちょっとちょジ,ェ<ー>ジェネレーションジャンプかギャップ感じたんやけどファミマこれこれさ僕らがファミマができた時にファミマがって言っちゃってましたよねここが逆になるね令和になるとってことで終わりましたけどこれ何の動画やったんでしょうか僕のまつわる動画をまあ見ていただけたら嬉しいと思いますありがとうございました失礼いたします